母亡き金言君に祭り縁の重圧、襲名披露興行は10億円規模。金言はまだ分かっているんですけど、分かっていないところもあって、今日の朝も真央の横になっているところに立って真央の顔を触ったり足をさすったり23日の会見でそう語った市川海老蔵39。小林真央さん、享年34の訃報に大人たちが悲しみに暮れる中、まだ4歳の金言くんは、その意味を完全には理解できていないという。だが、そんな金言くんにはこれから数々の試練が、まず来月、金言くんは早速7月大歌舞伎で史上最年少の宙乗りに挑むという大役が待ち受けている。金言くんはしっかりしていてもまだ子供。母の死を本当に実感した時、舞台に立てなくなるかもしれません。これを周囲は心配しています。しかし、公園に穴を開けることはできない。幼いながらも彼は離縁の宿命を背負っているのです。舞台関係者。彼が背負うのはそれだけにとどまらない。実は早くも名門成田屋を背負う一大興行が目前まで迫っているというのだ。海老蔵さんは2020年の東京五輪委員を務めます。そこで松竹サイドはオリンピックイヤーに花を添えるべくある計画を考えています。それは海老蔵さんが13代目市川團十郎を、金言くんが8代目市川新之助を襲名する親子同時襲名興行です。團菊祭り丘を皮切りに全国を回る超目玉興行になるでしょう。通常、襲名披露の発表は1年以上前。つまり19年初め頃までには詳細を決めなければなりません。歌舞伎関係者。実現すればおそらく数十年に一度の規模になるであろうこのイベント。当然そこにはとてつもない額のお金が動くことになる。前回の東京五輪2年前の62年4月に11代目市川團十郎の襲名披露公演が行われました。当時も松竹が全面バックアップ体制をとって世紀の大興行1億円襲名などと言われるほどの大成功を収めました。それから約半世紀、今回は親子同時のイベントですからね。規模はさらに大きなものとなるはずです。力
ケット代だけでも10億円、クズの売り上げも合わせれば数十億ものお金が動くとも言われています。前で舞台関係者。その重責を氏で担っていく。真央さんがいない中、金元君はあまりに大きな重圧と戦っていかなくてはならないのだ。金元君の修行はすでに始まっています。本来6歳からスタートするものですが、金元君の場合は4歳から日本舞踊などを始めています。習い事は今後も増えていくことでしょう。それでも彼ならきっと乗り越えてくれるはず。今回の7月大歌舞伎で金元君が宙乗りに挑戦するのも真央さんを元気づけるために企画されたものでした。真央さんは危ないからと息子の出演に反対しましたが、彼自らが出たいと申し出たそうです。金元君には歌舞伎役者としての心構えができていますよ。前で歌舞伎関係者。